紙やプラスチックでできた健康保険証。病院を受診する際に提示を求められていた保険証ですが、新たな発行は来月1日でストップ。マイナンバーカードと一体化したマイナ保険証への本格移行が目の前に迫る中、市民の利用状況を聞くと、マイナンバーカードには登録してるんですけど、保険証のなんか手続きみたいなのはしてないと思いますね。で、今のところ紙の保険証で困ってませんし、カード自体持ってないんですよね。まあ便利さといえば確かに便利になったかなと思いますけど、ただ言うほど便利ではないかなと思います。多分利便性はあると思うんです。ただそれがね、紛失した時のことを考えると不安だっていう。街で聞くと利用率は決して高くない様子です。では医療現場ではどう感じているのか、メリットと課題が見えてきました。札幌北区の循環器内科クリニック、月に延べ1500人が来院します。カード好きだからね、あの紙と違って扱いやすいよね、なんか保険証の方が手取り早いような気がして出せばいいから。まあ慣れちゃったらね、あれなんですけど、こうやって顔をやってでしょマイナンバーカードに保険証の機能をつけたマイナ保険証、医療機関のカードリーダーでマイナンバーカードを読み込むなどすれば利用できます。この病院では去年夏頃から本格運用を始めましたが、利用率はおよそ 16% にとどまっています。しかし医療現場ではメリットを感じる声も上がっています。お薬の情報だったりとか、検診の結果とかが見れるのと、あと個人情報が自動で入ってくるので、まあ、そこは業務が円滑に進むようにはなったかなと思います。マイナ保険証への切り替えで情報提供に同意すると、医療者側は薬の履歴や過去の特定検診の情報などを見ることができ、より正確な治療方針や薬の処方につなげられる効果が期待できます。さらに医療費控除や高額な医療費を支払った際の申請が簡単になるメリットもあるといいます。厚労省によりますと、9月現在マイナ保険証の登録率はおよそ8割と高い一方で、利用率は全体の 13.8% と低迷しています。この病院ではせっかく持参してもうまく手続きができないケースもあるといいます。高齢者の方が多いので、そもそも、機械の使い方が伝わりにくかったりとか、機械の不具合で保険証が読み取れないっていうこともありましたね。マイナ保険証に登録していない人には、保険証の代わりに最長5年使える資格確認書が交付されますが、現在の保険証が使えるのは最長でも1年。このスピード感には戸惑いの声も上がっています。若干ですね、まあ、請求すぎるというか、少しやっぱりその特に高齢者によってはそういったそのなんかそこを理解するまで、その仕組みを理解するまで時間がかかるので、まあ、できればもうちょっと猶予の期間を、その移行のための期間を設けてもいいんではないかなというのが私の考えです。その資格確認がですね、一番重要なところではありますので、なかなか今後この移行期間で説明が必要な患者さんには、まあ、丁寧に説明していきたいというふうに思っています。メリットと課題が入り組むマイナ保険証、順調に移行は進むのでしょうか。